ジグザール王国の首都ザールブルグ。この町には錬金術師を目指す者が通う大きなアカデミーがあります。ここの学生は皆優秀で、町の人たちからも一目置かれていました。けれどもそんな中に一人の落ちこぼれの生徒がいました。創立以来最低の成績を記録したと噂される、そんな彼女の名前はマルローネ、通称マリー。落第の危機に瀕した彼女にはとある特別試験のために一軒の工房が与えられました。マリーに与えられた試験というのは、5年をかけて錬金術で立派な道具を作ること。とはいえいきなりうまくいくはずもなく、やっぱりまた失敗。そう簡単にはいきません。彼女が立派な錬金術師になる日は果たして来るのでしょうか。よくお聞きなさい。あなたの今までの成績はアカデミー創立以来過去最低よ。このままではあなたは卒業できないわ。そこであなたには特別な試験を行います。マルローネ、あなたに5年という時間と店を1軒、それからわずかですが銀貨を与えます。5年後に何か一つあなたの作った作品を持っていらっしゃい、それを見て能力を判断します。評価に値するものなら卒業を認めます。でも、もしつまらないものを持ってきたときは、分かっているわね。マリーがお店を開いたって聞いたからお祝いに来たのよ。素敵なお店ね。ありがとう。でもこのお店借り物なんだ、卒業試験用の。それでマリーは何を作るの？一応このお店魔法の道具屋だから薬とか。特に決まっているわけじゃないのね。でも薬というのはいいと思うわ。そうか、シアは昔からちょっと体が弱かったもんね。そのことなんだけどね。ううん、なんでもないの。それじゃあ頑張って。
私も応援してるわ。困った時は飛翔艇に行くといいわよ。薬を買いに来るの。でもなかなか体が良くならないのよ。あらマリー、いいわよ。役に立つかどうかわからないけど。あら、いらっしゃい。材料から調合器具まで、ここならアカデミーで必要なものはほとんど揃うわ。どうしようかな。今度は何か買ってね。大丈夫かい、お姉さん。よそ見してるとぶつかるよ。この店狭いから。ごめんなさい、こういうところは来たことがなくて。でも怖そうな人じゃなくてよかったわ。俺はルーベン、ただの冒険者さ。冒険者？そう、宝探しとか怪物退治とか、誰かの護衛とかして一攫千金を狙ってる連中のことさ。この酒場はね、冒険者が親父から仕事をもらうか、町の外に同行してくれるやつを見つけるか、壁の張り紙を見るとかして情報を売るところなんだ。ただの酒飲みもいるけどさ。あんたも町の外に行くことがあったら付き合ってやるぜ。もっとも金次第だけどな。俺以外にも冒険者はたくさんいるけど、俺ほど護衛費が安いやつは他にはいないぜ。今は町の外に行くことはないからいいわ。また今度ね。そん時はよろしく。おっと、用事があったんだ。それじゃ。
レアちゃんは時々しか出てこんが、とっても可愛いんだよ。あ、もちろん君もね。何の用だ。一つにつき銀貨100枚だ。依頼の報酬が銀貨じゃなくて別の品になることもあるんだ。たまにだけどな。今のところこれだけあるな。どの仕事にする？それか、できないレベルじゃねえだろうが、どうする？それじゃよろしく頼むぜ。期日に遅れたら。怪物退治まで、困った時は飛翔艇まで。
戻ろうか。最近町の外に盗賊団が出るらしい。一人で外に出るときは気をつけてくれ。ん？俺になんか用かい？ん？俺に他にすることもないし、金にもなるからまあいいか。
頼んだ仕事は終わったか。よしよし、ほらよ、報酬だ。一つにつき銀貨100枚だ。ストルデルの滝を知ってるか。東の大地にあるでかい滝だ。あそこにな、怪物がいるんだ。つむじ風の親分みたいなやつでな、今冒険者を募って退治させようと思ってるんだ。今のところこれだけあるな。どの仕事にする？それならあんたの力なら大丈夫だ。どうするね？どうしようかな。よしよし、ほらよ、報酬だ。それか、できないレベルじゃねえだろうが、どうする？それじゃよろしく頼むぜ。期日に。悪いな。ちゃんもすっかり色っぽくなったな。何か用かな、お嬢さん。
職人通りの外れのあの三角屋根のお店、変な店よね。俺になんか用かい？頼んだ仕事は終わったか？よしよし、ほらよ。一つにつき銀。最近よく話題になる町の外のあの盗賊団だ。どうやらマイヤー洞窟がアジトらしいぜ。東の高地に古い城があるのは知っとるかな？あら、マリー、どうしたの？ここに来れば情報には困らないわ。え、私？どこに行っても酒場って冒険者しかいないね。え、私はミュウ、よろしくね。何か用かな、お嬢さん。どうした？俺に用事か？行くところに行きゃ名犬とかそういうものもあるらしいがね。貧乏人。おう、いらっしゃい。うちはとにかくいい。どうしようかな。きっちり働いてがっぽり稼ぐぜ。何かいるよ。
して。
して。いい加減にして。